詐欺スシローは、日本の作曲家、編曲家、音楽プロデューサー。東京都世田谷区出身。映像制作会社 P プロダクション社長。父は、漫画家で P、P プロダクション設立者の牛尾掃除。おじは、アニメ制作会社、英検のプロデューサーの詐欺ス聖康。既婚。1980年代初頭のアイドル、歌謡曲時代から、インストゥルメンタルアーティスト。 近年のシンガーアーティストに至るまで広範囲にわたり、多くの楽曲を手がけている。映画、テレビなど、あらゆる映像音楽分野での活動も含めると、それらの作品数は膨大である。他方面では、森田和義アワー笑っていいとも。における、楽曲群や、中央競馬の馬バ場バ入場テーマソングと北海道地区の、発想ファンファーレなども手がけている。 2004年の父の成去に伴い、P プロダクションの仕事を継いでいる。1979年に、アイズというリーダーアルバムをリリース。1980年代から、多くのクラシカルクロスオーバーアーティストも手掛け、クライズラーカンパニーやワイい,いクコなどのアーティストを発掘した。1990年代より、ヨーロッパでも活動、パリでのクラブ経営。 英仏アーティストも手掛け、また、日本人としては初めて、韓国映画の音楽監督を務めた。1999年よりソロとしての、アーティスト活動を再開する。以降は、ライフワーク、白、エッソングブックシリーズとして、現在まで CD を8枚、DVD を1枚リリース。R&B 専門誌、BMR や、音楽誌、アドリブでの連載。 優先サイトへのコラム、ブログなど、執筆活動も行っている。2017年からはこれまでの連載コラムと、新原稿で構成された、書籍、執筆録シリーズが刊行されている。タイトルは一巻目が、詐欺スシロー執筆録その一、続巻が、詐欺スシロー音楽と世界である。現在は、ロンドン、パリ、東京の3カ所を、主な拠点として活動している。 幼少期には、P プロダクションが制作した特撮テレビドラマ、マグマ大使に出演していた、エギトシオとよく遊んでいたという、宇宙エンジン、ゴリの放送前には父、トミオに同行して、宣伝チラシを新聞販売所に配った。安野秀明監督作品の常連であり、不思議の海のナディア以降のほぼすべてのアニメ作品の音楽監督としてタッグを組んでいる。 新世紀エヴァンゲリオン劇場版、エアー、真心を、君に、の主題歌、タナとスイフ、I can't be yours- を歌ったアーティスト、ローレンマッシュのマッシュとは、マッシュのメンバーのマーチン・ラスケルズと、シロー・サギスの名前マッシュを合わせたもの。このマッシュ名義で1996年より3枚のアルバムを日英でリリースしている。マーチン・ラスケルズは、 イギリスのプロデューサーであり、エリザベス2世女王の四神等にあたる、英国王室親族の人物でもある。パリのスタジオで作業中に、プロデュース、作曲、編曲、式、プログラミングをこなしながら、フランス人7人を相手に毎日違った、フランス料理を4週間連続で作った。ニューヨークを中心に、 米各地のスタジオでミーシャの楽曲群がミックスされた際、サギスの手による個性的なストリングスアレンジがアメリカ人スタッフの間で評判になり、サトシトミーエにも伝わり、その縁で彼のアルバムフルリック内にあるインスパイアードなど数曲のストリングスアレンジを担当した。2020年東京オリンピックの開会式で国歌君が世の編曲を担当した。 アニメ作品、ゲーム作品、テレビ作品、映画作品、その他、ありがとうございます。